聖者は彼岸に楽園を求め、死者もまた帰れざる彼岸に楽園を求める。彼らを分かつ流れ、深く冷たい冥府の川、乙女の流す涙は永遠に尽きることなく、ただ嘆きの川の難さを増すばかり。少女を悪夢から呼び覚ます、美しき盾事の調べ、悲しい目をした引き手、麗しきその青年の名は。ラフレンツェが魔女を生んだのか、物語はページの外側に。